それとエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、うん、匿名希望さんから、はい、あの隊長のツイッターに、うん、あのメッセージをいただきましてですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そういった恋に支えられて、はい、リクエスト的な、うん、まあ、リクエストコメントですね、うん、いただきまして、こんばんは、いつも興味深く YouTube を拝見しております、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。深掘りシリーズ、うんうん、できましたら、うん、タイプ3を早めに取り上げていただくメッセージをお送りしましたと、うんうん、数年前から自分のタイプを探求していて、うん、ワークショップにもいろいろ参加したが、うん、未だはっきりしませんと、うんうん、プレッシャーですねここで大丈夫かって、うん、すいませんあの、まあ、でも説明ですから。あ、そっかそっか、すいません。でタイプ6か、うん、タイプ3かと思っているところですと、うんうんうん、で友人屋さんが、うん、自身のタイプ6を残念があるところが、うん、微笑ましく、うん、体調の急然とした佇まいが魅力的、うん、魅力的で2人の掛け合いを参考にしようとしていますが、うん、なかなか判別に苦労しておりますと、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛いんですかね、うん、10ポイントですねで、あの自身が6と思う根拠は漠然とした不安ですと、うん、宗教的なものに依存した時もあるし、うん、まあ、そういったところから6だと思うのですが、うん、一つ特徴的なのが、うん、世界の中心が自分であるという感覚ですと、うん、大勢がいる場所に自分が入っていくと、うん、自分がただ一人の貴重な存在だと無条件に思考してしまうのですと、うんうんうん、全ての人が自分の美しさに注目していると感じるのです、うんうん、で、うん、まあ、姉に言うとそれは爆笑されましたがと、うんうん、あと、まあ、この方女性、うん、まあ、50代の女性ですと、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいかわいいアピール、かわいいアピールで、一つ忘れられない感覚をお伝えしたいのですが、うんうん、幼稚園時代に強烈に感じたのは、うんうん、世界の中心は私で、うん、園庭で遊んでいる子どもたちは早くに過ぎない、うん、気の毒だっていう感覚ですと、うん、今もはっきりそれを感じていて、うん、まあ、それがね、うん、自分がタイプ3だと思う根拠ですと、うんうんうん、長々と書きましたが、うん、他者目線でどちらに近いかを判断していただけたらという思いも込めて、まあ、コメントというか、はい、メッセージをいただきました、はい、ありがとうございます。多分数々のワークショップの方が頼りになるんじゃないのってちょっと自分を卑下してしまう、まあ、卑屈な、かわいいですかねすいません、はい、で、不安、漠然とした不安はあるよ、うんうん、ただその大勢のところに入っていくと、うん、自分がただ一人の貴重な存在だって無条件に思う、うん、ここはちょっと、まあ、この方も匿名希望さんがおっしゃる、うん、その自己主張のところ、うん、まあ、でもそれを聞いて私を見て私自身が貴重な存在、はい、4の感覚もあるな。そこなんですよね。あのこのメールにも出てき、うん、メールというかメッセージにも出てきた、うん、その全ての人が自分の美しさ、うん、美しさに注目しているって感じるとか、うんうん、その園庭で遊んでいる子どもたちは、うん、みんな早くで、うん、っていうなんかそのストーリー仕立て、ストーリー仕立てっていうのと、こう4の人を見下す言葉悪いですあのエニアグラムプロレス、あのちょっとエニアグラムっていう人格をちょっと上に置いてね、うん、あの、まあ、よく書いてあることですねあ、そうですね、はい、書いてある、書いてある、はい、まあ、人を見下す、はい、まあ、自分の方がなんか優れてるっていうか、まあ、個性があって価値がある、うん、ものの本ではタイプ1よりもタイプ4の方が超完璧主義者、うん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 、私の世界うん、うん、でその私のための存在みたいな、そういうちょっと、まあ、実感はなくてもそういうふうに見てる部分がある、はいはい、っていう特徴が4っぽいなとは思うんですよね。そうなんですよね、うん、私もこのいただいたメッセージを隊長にちょっと、うん、いただき、うん、読まさせていただき、うん、あの 4って4
で多分3とかだと、はい、私に注目させるためにどうしたらいいのか、はい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 、注目させるために注目自分がこう目立つためにはどうしたらいいのか、はい、みたいな感じだと思うんですよね。そうなんです、美しさに注目してっていう、うん、もう注目されてる、もう最初の段階から注目されてるっていう感じ、感覚じゃないですか。タイプ3、あのとそのメッセージ、あメッセージだと、そうですね、はい、もう無条件にもういきなり自分が中心に回ってるっていう感覚がある、はい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 、っていうのと、こうそれを勝ち取る3だとするとそこを勝ち取りに行こうとする、そうですよね、うん、あと誇るのは美しさもあるんでしょうけども、うん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 、どちらかというとその成功、要はどんな分野で私は名が通っているかの方に、うんうんうん、あの力点がいくと思うんですね、うん、3だと。なんかこう周りに集まってくるのも、はい、僕には私にはこんなに友達、僕を慕ってくれる友達がこんなにいるんだ、でこんなすごい人もいるよとか、まあその幼稚園とか、はい、幼稚園とか保育園とか、はい、幼少期のことでいくと多分、はい、そういう感じですよね。僕は友達が多い、こんなに多いの中の中心に僕いるよ、そうそうそう、はい、っていう感じ、感覚だと思うんですよね。まあ大人になるとこう有名人と知り合いだとか、うん、でいろんな本だと、うん、その3の子供たちは、うんうん、あの中心でなんか周りの子を操る、うん、なんか効率的にやると面白いよみたいな感じじゃないですもんね、うん、そのみんな早くもういきなり私主役っていうところとか、確かにその中、うん、現状で大勢の中に入っていくと、うん、美しさに注目しているっていう、この美しさっていうワードとかね、うんうん、あの成功とか、うん、私こんなところで名が通ってます、うん、そこを見てじゃなくて、うん、美しさ、美しさ、ええ、タイプ6、うん、ない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 、そんなの美しさとか、はい、そうあんまり美しさはあんまり感じたことない、ね、そう大勢の人に入ってった時はさあここでどうやってやれば、うん、僕は輝けるのか、輝けないならどうやっていれば安心して傷つかずにいられるんだろうって言うので、キョロキョロはすると思うんですね、うんうん、そう、そんな感じはあります、ね、なんであの6ではないんだろう、うん、3だとするともっとこうステータスのアピールじゃないですか、ステータスですのアピールなんで、はい、美しいっていう思う3もいるとは思うんですよね、俺かっこいいだろ、まあ、もちろんなのでかっこいいだろアピールをしだすんだと思うんですよ。でもそこで美しいっていう自信を持ってるかですよね、うん、アピールはしているけども、うんうん、大丈夫なのかなっていうのは持ってるんじゃないかと思うんですね、3だと、3だと、うん、あ、まあ、うんうん、まあ、美しい、俺私美しいと思ってたとすると、私美しいでしょアピールが、でしょっていうことですよね、そうでしょ、美しいじゃないですもんね、うんうん、美しいでしょっていうことですよね、うん、美しいでしょ、美しいでしょって、はい、こんなに美しいって言われたんだよとかはいはいはい、はい、っていうことを言われたみたいな、こうアピールが多分すごいんじゃないかなって、はい、自慢話的な、分かった分かったってやつですよね、そうそうそう、もういいもういい、お腹いっぱいお腹いっぱいって、そういう感じ、あプロレスです、はい、だと、うん、4なんじゃないのっていう感覚で、うんうん、まあ偶然なのかもしれないんですけども、うん、我々のこの動画だと、うんうん、結構4の方に見ていただくことが多い、多い、うん、で、うん、なんかその匂いに意気投合する、引き寄せられたのかなって、ああよなんか4の人が集まってきてくれてる動画を作ってるのかな、うんうんうん、3の人はいますけど少ないですね、少ないと感じています、うんうん、ご自身が3だっていう人は、うん、でなんかメッセージがすっごくなんか上手な感じしますよね、3の説明はうまい、うん、あ分かりやすいみたいな、的確そう3ですよねって感じの感じのメッセージ、はい、コメントきますよね。ただやっぱりそのまあ過去に注目がいってるっていうところで、うんうん、あのハートセンター、うん、時間軸は過去ですと、うん、なると、うん、234で、まあ、ご自身は3だっていう、その3じゃなくて我々の件、思いというか我々の考察では4ではっていう、そう、まあ、実際に会って話をしたこともないので、まあ、分からないですけどね、はい、このメッセージだけだと、はい、4の方が強いんじゃないかな、そうですよね、うん、
っていうと、まあ、我々、うん、そのもちろんこのリクエスト通り、うん、3も今上げてますし、うんうんうん、6も上げてます、うん、4も、うん、その詳細分析を上げてますので、うんうん、一度見ていただいて、うん、特にその通常な健全度、うんうん、通常な健全度のところで、うん、あのザワザワってする部分、うん、そうあれなんかこれ私の痛いところ、うん、通常って言ってるのに私の痛いところをついてるっていう、うん、なんかそう気をつけなきゃなって思ってるところがもう通常に書かれてるみたいな、ズバッて、しかもそれがちょっとひどく書かれてるそうっていう感じ、はい、うん、をしたところがあなたのタイプなのでは、うん、と思いますので、うん、概要欄にも、うん、タイプ3の詳細分析、うん、タイプ6の詳細分析、うん、タイプ4の詳細分析を挙げてますので、うん、一度聞いていただければ、はい、あ見ていただければなと思います、うんうん、まあ、もう見ていただいたかもしれないですけどね、すでにでも、まあ、もう一度これの今の動画を見て、はい、ちょっと探ってみるってのありじゃないかな。で多分4はマークしてない可能性がある、まあ、そうですね、4は見てない可能性があるんですよね、はい、うん、羨ましい4、うん、3か3が外れましたね、羨ましい3が3疑惑が出てからそう、でも聞いてくださいよ、そうなんですよ、聞いてくださいよ、僕はあの指摘でね、あの6だって言ってるんですけども、うん、今若干、うん、あの 3じゃねえかいっつって、正規軍から正規軍から、うん、あのタイプ詐称疑惑が出ていてですね、うんうんうん、動画全お蔵入りのお蔵入りかって思ってるんですけども、うんうん、やっぱ面白いですね、エニアグラム面白いですよ、うんうん、とても面白いと思ってます、まあ、なのでこう確定するものではないですよね、もちろん、うん、あの我々の、うん、あの師匠も、うん、自分はタイプ7だと思ってます、うん、思ってますなんですよね、思ってます、まだ今でも探ってますと、うん、そう違うタイプの可能性もあるなって探ってるから、はい、こうもう7だって思っちゃいけないみたいな、はい、うん、あと僕も今6だって思ってるんですけど、うん、3だって言われると、うん、一生懸命このいやいやあんだけ嫌がってた6を手放そうとしないギューンって6なんですって、うんうん、空っぽじゃないんですから、3は空っぽじゃないんですよっていう今、うん、せめぎ合いがね、うん、体調はなんか誰から見ても9だって、言われる、でもそれもまだ分からないってことですよね、うんうんうん、ご自身でどう納得していくかっていうところなので、うんうん、エニアグラム面白いですねと、面白いですね、この探っていくのもどうしようどうしようじゃなくて、うん、なんか、まあ、これなのかなとかって思いながらね、うんうん、楽しめるといいかなと思ってます、うんうん、はい、いかがでしたでしょうか、はい、かわいいでしょうかあ、うん、こういうとこですよね、人を見るって、人を見る、あ、人に焦点がいって、うんうん、どうですか僕かわいいですかかわいいですか、かわいいですアピール、かわいいですアピール3 、うん、かもなということで、というところで、はい、あの匿名希望さんから見て、うん、僕は3ですかね6ですかね逆にどう見えますか僕、うんうん、3っぽいですか6っぽいですか、うん、っていうところで、うん、僕もそういうの欲しいですけどね、あいつちゃうぞとちゃうんじゃないか、9じゃねえんじゃねえか、でもなんかどなたから見てもなんかそう9でしっくりきれますと、そう、はい、うん、っていうところでございました、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。